今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。ソラシドレドシラソ、当たってます。ありがとうございました。ことで、この肌は保てるわけですよ。どう過ごしていくかによって変われるわけなので、みんな頑張ってねっていうのが面白い。相変わらず面白い。今ハッと私何もやってなかったっていう人でも、いくつから始めてもスタートできる。スタートは遅くてもちゃんと挽回ができる。だから大丈夫、生きてるから。彼女のエピソードかしら。ご挨拶だけのことなら、なんとも。こんばんは。これで失礼します。お祝い事のことについては、奥内方とまたご相談の上、改めてこちらに。お産が済んでホッとしたのか、住吉さんのいなり寿司を食べとうなりまして。お番頭さん送りがたら、それを買うてきてくださいな。いや、そういうついでがあるなら駅まで、送ってください。はい。わいとお前の中感づいてるんちゃうか。かまへんやん、どうせややが生まれるまでのお目付け役ですさかい。なんやろうな、急に本宅へやや産んだご挨拶に伺いたいって。それは女の晴れ自慢というもんですわ。晴れ自慢、いつも弱って下目に立たされてる日陰者は、子供を産んだ時ぐらい一生に一度の晴れ自慢をしてみたいもんですわ。大旦那の子かどうか、そないな証拠もなしに晴れ自慢したわて、何の甲斐があるっちゅうの。そこが女心というもんですわ。DNA 鑑定で裁判沙汰にするもよし、どんどん旦那さんに似てきて「陽子大兵衛!」って呼ばれながら矢島商店の軒下に居座るもよし、別に甲斐があってもなかったも、これ旦那さんの子っと晴れ自慢に本宅に行きたいんですやろ。ああ、そんなもんかな。そうやとして、いや、親族会前日に、それってどういう意味があるんや。それも女心ですわ。旦那さんの子として認められてもないのに、ご親戚一度集まる席へ出るわけにはいかん。マークX、せやから全部チクチクと。はあ、なるほど。何もかも女心というわけか。奥さん、明日住吉区役所にこの子の出生届を提出し、至急ね、私の本籍地の丹波の町役場に改装してもらいたいんです。え？ほんで丹波にまで足を運んでいただき、この子の認知を確かめた上で、新しくできた戸籍謄本をもろってきてほしいんですわ。この子の認知を誰がしはってんです？旦那さんです。まさか。吉蔵さんは私の妊娠を知って、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、この子の妊娠手続きを出してくれてたんです。そんな素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、お腹の子が生まれても来てへんのに自分の子をやって認知しておくなんて、いえ、リビオン H、 リビオン H、それを証明するためにも、リビオン A 社、奥さんのお力をお借りしたいんです。リビオン A 社、愛する天使よ、今ここ来てくれ。奥さんの他にいつまでもどこまでも、いつまでもずっとどこまでも、ワンダフルワールド、ビューティフルワールド、 I want you, I need you, forever, forever、 ヒップホップミュージック .com、 秀雄石原、このメギツネが
丹波に行くんでな。そんなことになったらあのタヌキジジイと連絡取りようってどんだけ大変なことになるやもしれん。こんなことになってるとはつゆ知らず、あの二人はどこぞの暗がりで年がいものをイチャイチャしてまんやろ。結構無理かいよし、天から授かったあんたの命はうちが守りますせ。魂は宙を飛ぶ今さかいな。ほら、はい、文乃さんの本籍地の住所。おきて、おきて、助かります。ふう、所詮糖質ゼロでしょの顔です。おいしい。なんでなんで、取り乱してますね。うまいのは本格ビールの糖質ゼロだから。パーフェクトサントリービール。できたものなんですけど、脳トレっていうか、こう脳の、ね、トレーニングにもなるけど、自分のこう昔はすごく気持ちのトレーニングにもなるんだなっていう、こう一からきちんと積み重ねていく、すごかった、はい、それも大事なんだなっていうふうに思って。この人すごい元気だよ、はい、最近も何 か, なんかやってみたいことがあると伺ったんですけども、はい、今韓国ドラマで流行っている昔はすごかった、肩抜き、現役時代はすごかった。ドラマにハマってると伺って、うん、今日は肩抜きご用意してます。嬉しい、やりましょう。覚醒剤も使ってません。お菓子に描かれた型を針などでくり抜くゲーム。この人黒人だよ。割ってしまうと命を落とすというとんでもない展開に。選んでいいですか。実際、はい、もうあの韓国ドラマを見た方はこれこれっていう、ね、ヒップホップウェアショップに通ってました。やった、出た、うん、ドラマでは総合公演のそうです、ね、ジムで鍛えていく、そう、この星がね、浜星だけになるように。そんなに難しいですかね。どこたちもやってみます、はい、入れずも何が立ちます。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございます。開けて、さあ、おお、やばい、やった、ラッキーってやつですね。僕のはこちら、私これでした。出ました、やばい、これが一番難しいやつ。そんなに難しい、イゲちゃん、今すごい音しましたけど、ギリセーフでした。セーフ、セーフ、セーフ。を探そう。頭痛い、バファリン効いてくれるよね。でも、はい、眠くなると困るな。姉ちゃん、バファリン A は眠くなる成分が無配合なんです。痛みは止める、私を止めない。ピンポン、胃痛には少なく、いいですか、2つだけ覚えてください。1、胃痛には痛みの元がある。2、そこを直接修復できる。直接張り付いて効くんですから、胃痛に効きそうでしょ。直接効くのはスクラート。日暮里でイタリア協奏曲サントリー弾きました。インスタグラムと東京音楽学院ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。上野の隣で、ここからは竹本ピアノ、キリン、アベマとご覧のスポンサーの提供でお送りします。奥さん、八重さんにお乳をあげるお時間ですけど、お出かけ前ですし、どないします。ほんならちょっとだけ。